タナー、茶色の中折れ棒や穏やかな表情左右に2ついずつある耳などが特徴的なベージュ色のキャラクターですタナーは強い正義感から同種のコミュニティの中で保安官のような役割を担っており普段から周囲の見回りや被害者の保護といった活動に精を出していますホラーバージョンに変化した際に銃を持ったウェンダに襲われ頭を打ち抜かれてしまった結果それまでの様子から一変してぼんやりとした顔で耳障りな口笛を吹くような存在になってしまいました